民王は、池戸淳の小説である。2010年5月に、ポプラ社より、吉川英治文学新人賞受賞後、第一作として刊行された。2013年6月7日には、文芸春秋より、文春文庫版。2019年10月24日には、角川より、角川文庫版が刊行された。2015年7月期に、テレビ朝日系で、テレビドラマ化された。 続編は民放シベリアの陰謀が出版される。ひょんなことから内閣総理大臣の武藤晋山と息子で大学生の章の人格がある日突然入れ替わってしまう。混乱を避けるため周囲には秘密のまま互いの仕事や生活を入れ替わった状態で過ごすことになるが章は政治に全く興味がなくろくに漢字も読めないため国会答弁も苦労する状況。 一方の大山も就職活動で面接官を偉そうに論破しては不採用になるなど苦闘することになる。2015年7月24日から9月18日まで毎週金曜日23時15分翌0時15分にテレビ朝日系の金曜ナイトドラマ枠で放送された。主演は遠藤健一と民放の一般連続ドラマでは初主演となる須田正樹。 オリコンが開始したコンフィデンスドラマーアワードで第1回作品賞はじめ4部門、ギャラクシー賞月間賞、ザテレビジョンドラマアカデミー賞4部門などを受賞した。エンディングでは主題歌、ストレスフリーに合わせ、主な出演者が赤いスカーフを振るダンスを披露する。ダンスシーンの映像には主題歌を歌うミワも出演している。2016年4月15日に、 連続ドラマのその後を描いたスペシャルドラマ、民放スペシャル、新たなる陰謀と4月22日には、カイバラモヘイが主役の民放スピンオフ、恋する総裁選が放送され、4月23日から映像配信サービス、ビデオパスとテレ朝動画で民放番外編秘書カイバラと6人の怪しい客が全6回で配信された。詳細な人物説明は、 原作項目を参照。レギュラーゲスト第1話第2話第3話、第4話第5話第7話第8話スペシャルスピンオフ民、王スピンオフ、恋する、総裁選に関するカテゴリー、民王番外編秘書会原と6人の怪しい客に、関するカテゴリー。ありがとうございます。